パンアカデミミーーオブミュージック通称ジャム低迷する音楽産業に活を入れようと大手レコード会社と国が共同で設立した音楽教育高等学校この物語はそのジャムに入学した天才ロック少女天原麻也とそのお供小田急のサクセスストーリーであるえっへん別冊少年マガジン連載作品「富士急スピーオフ!」 おだきゅーあー、あー、マイクテスト、マイクテスト。どうだもうちょっと適当に何か喋っててくれ。はいはい、うん。ええ、そうです。音が聞こえてきたんです。耳馴染みのない音でした。何か、湿った重いものを引きずるような音。アマハラずるり ずるり、ずるり。それは少しずつ、でも確実に近づいてきていました。私が振り返ると止まり、前を向くとまた聞こえてくる。音は明らかに私を追いかけていました。適当に話せとは言ったけど、俺、怖い話ダメなんだよね。できればもっとマイクテストにふさわしい話を。追われていることに気づいて、私は走り出しました。追いつかれたら。 捕まったら、きっと良くないことが起こる。そう思ったから。私が走り出すと背後の音も勢いを増して私を追いかけ始めて。それはまるで。なアマハキャうん。喉の調子は良好だな。おい、オダキ調整は終わったか <laughs> 終わってねえよ。ふざけんなよ。終わってねえよ。なんだ、トロイエンジニアだな。 しょうがないからマヤが時間をつぶしてやるよ。てな感じで唐突だけど初めての人のため前回までのロックのあらすじ学園祭ライブのオーディションに向けて動き出したマヤたちまずは一次審査を突破する音源を作るためレコーディングに手を出すのであったということで今回はレコーディング的な何かの話準備終わったぞんまだ心臓がバクバクしてる。 怖い話は苦手だって言ったのに。だらしないな。もっとしっかり音楽に携わる者としての自覚を持て。怖い話と音楽は関係ないだろう。いや、あるね。だってオーディオなんてジャンルとしてはオカルトじゃんオカルトじゃんじゃねえよ。どこがオカルトだよ。お前こそ音楽に携わる者としての自覚を持てよ。クククククククかなクク。オロカナコヒズダキュはまだ知らないのだな。 オーディオ界の恐ろしさ哀れ哀れなり。ならば教えてやろう。え、なになに急に恐ろしげな PGM が流れてきたんだけど。オかルとその一、お気づきだろうか。前回、マヤが持っていたはずの尺八今回、影も形もなくなっているの。いや、それはお前が。そう、試しにヤフオクに出品してみたら思わぬ高値がついたので、売ってしまったのだという。 クズなだけの話だ。だが責任として、その金で今レコーディングスタジオを借りてるわけだから、そう責められたものでもあるわ、このクズバーガー楽器は売るなあるはずのものがない。オカルトだないや違うけどな。オカルトそのにあるミュージシャンがレコーディング中に経験した話。そのミュージシャンは曲の中で流れているギターの音をもっと大きくしたいと思った。なのでエンジニアに頼んだ。 ギターの音を大きくしてくれエンジニアは頷き音量を調整し結果曲はミュージシャンも満足のいく出来となった普通の話じゃんところが後日恐怖は現れた酒の席で酔ったエンジニアが言った言葉あのギターの音実は音量を上げてなかったんだよねでで,でもミュージシャンはギターの音が大きくなったと思ったんだろはあ つまりそれは気のせい勘違い音の変化なんて厳密に判断しようがないのだよ作った本人ですらなな,なんてことだないはずのものがあるオカルトだねいや面白い話だがオカルトではないだろうえー、なんでなんでオカルトじゃん音なんて形がないものなんだからある程度判断がぶれるのはしょうがないことだろうじゃあさお前はさ メートルうん十万する高温室電源ケーブルとかさ発電所との距離が近いと温室が良くなるとかさもっと言うと火力とか風力とかの発電方式によって温室が違うとかそういう話もオカルトじゃないといやそれはオカルトかどうか俺には分からないな俺はそんなに耳良くないからさ耳いい人には分かるんだろうよきっとうんうわこいつひよったよ 名言を避けたよな何のことかなフッキンチキンがまあいいやそろそろ時間だし片付けて帰るかは今準備終わったところでまだ何もできてないじゃんそんなこと言ったってもうすぐレンタル時間終わりだもんえそんなバカなやれやれいいか小田急いいレコーディングスタジオは1日借りるのにサラリーマンの月収ほどの金が必要だ 楽器を売ったた金金があるとははいいえマヤたちにそんな金はないだから数時間でおしまいだったらもっと安いスタジオ借りればよかったんじゃんいいやマヤこのスタジオに来るの夢だったんだよね業界最高峰のレコスタピビクター・スタジオせっかくマヤの金使って借りるんだからどうせなら夢を叶えたいなとね,ね、でも何もできてないじゃんつまり意味なく金使っただけじゃんよい腰の金は持たねえ主義だ お前にスタジオの予約を任せた俺がバカだった学習しないな小田急はやーいバーカバーカててめえ絶好だもう口きいてやんねえかんなそうかそうかちなみにこのスタジオの裏のトンネル都内有数の心霊スポットらしいぞえもう夜だけど絶好中だからマヤは一人で帰るな怖いのダメらしいけど小田急も頑張ってなえちょ天原さん さっきの絶好っていうのは言葉の早で。うー、寒い。この寒さは霊的なあれかな。そうだろうな。寒寒。ま、待って一緒に帰ろうぜ、天原女子一人で読みちゃ危ないからなあ絶好中の人の言葉は聞こえません次回、小田急、霊界でロックスターに会う天原やめてー